言うことないですけどね。これだからあと、Nintendo DS 操作の仕方さえ分かれば言うことないんですよね。そうそうそう。でもこれ十字キーが動かないんですよね。そうそう、十字キーがこれで打てるけど、あ、でも足しか打てないよな、十字キー動かないからね。これ決定したく、あら、打っちゃうかも、これで、はい。これ飛ばせないんやったっけ。スタート押してもダメやから。テレビ番組ゲームセンター CX のアリノの挑戦で挑戦に失敗した時のこと。もっとゲームがうまかったら。アリノの頭をよぎった無念の思いは任天堂 DS に宿り、デジタルな姿となって実体化した。その名はゲーム魔王アリーノ。彼は日本中のゲーマーに対し挑戦状を叩きつける。このゲームはアリーノから送られた君への挑戦状である。はい、まあ一応ね、起動はできるんですよね。ただ十字キーが動かないというね、問題があります。A ボタンとか動くんですよね。十字キーだけは動かないんですよ。保存中、うん、コズミックゲートね。これ順番にこうやっての、ゲームをね、ノルマ達成しながら進ませていく感じですよね。そうそう、 A ボタンとか動くからね、進めるんですけど、コズミックゲート、これね、コズミックゲートね、操作できたとしても、おそらく時期を操作できないでしょうね。常時期動かないから。ステージ5をクリアせよって感じで、ノルマ達成すれば次々とね、プレイできるゲームが増えていくっていうシステムなんですよね。これはインベーダーゲームですけどね。ゲームソフトはね、持ってますけどね。で、過去に実況プレイもやってるんですけど、ゲームスタートできたとしても、多分ね、あ、スタートもできないのか。十字キーとスタートボタンが効かないんですね、これね。ああ、ここから、これまでしかできないってことですね。ここから先。下の画面に戻る。R と X。これ、ここから先がもう動かないんですね。操作できないってことですね。十字キーが動かせるのはこのね、タッチペンだけなんですよね。ゲームの画面の中での操作できないんですよね。とかよくわからないな、これ。これダメですね。うん、ここまでしかプレイできないんですね。ゲームセンター CX はね。2の方ちょっと見てみましょうか。いやー、惜しいとこですね。あと、十字キーとスタートボタンさえ押せれば言うことないですよね、これ DS は。ゲームセンター CX アリノの挑戦状2、挑戦開始。あなたの性別を教えてください。名前は何ですか。これも同じですよね。うん、A ボタンとか動かせるんですけどね。アリノの挑戦失敗の無念の思いがデジタルの姿となって実体化したゲーム魔王アリーナ。日本中のゲーマーの力によって一度は消え去ったはずのその思いは、番組での挑戦失敗のたびに再び
アリノの心に暗い影を落とし始めていた。もっとゲームがうまかった。そんな弱ったアリノの心の隙を見逃さず、任天堂 DS に宿り生まれ変わったゲーム魔王アリーナ。彼は日本中のゲーマーに新たな挑戦状を叩きつけた。そしてそれは復活を遂げたゲーム魔王アリーナの逆襲の始まりでもあった。喋るのもすごいですよね、DS もね。最初ウィズマンか、2の場合は。追加されました。同じ杖を2個取って魔法を2個同時に出せ。からダメなんですよね。スタートボタンと十字キー効かないからね、ダメなんですよ。もうここからこのままでしかできないんですよね。やっぱダメですね。惜しいとこですね。これくぐれ ギリジャンマックスっていうねゲームが入ってるんですけど、2の方。それをちょっとねちょっとやってみたいと思います。久しぶりにテレビ画面でこれそうそう、十字キープレイできるから、これプレイできるんですよね。これちょっと久しぶりに、これテレビ画面でやるのは初めてかもしれないけど、そうそう、これですね。さあ頑張って。あ、できますできます。うん、ちゃんと十字キーも操作できますしね。これ普通のアクションゲームですけど、これ進み具合によっては評価されるんですよね。どれぐらいアクションゲームがうまいかっていう評価がされるんですね。ちょっとポーズして、こうした方がいいような気がします。はい、こうしましょう。はい。これテレビ画面でできるってのがいいですね。これ前に僕 DS でね、本体で実機でやってますけど、テレビ画面でこれができるっていうのは画期的な気がします。はい。あ、落ちるんかい。いや、いいな。このゲームがテレビ画面でプレイできるっていうのは画期的ですね。嬉しいですね。DS でプレイしてましたけど、やっぱ嬉しいですよね。ちょっと、もうちょっとあれが待った方が良かったですね、あそこね。あんまり先進みすぎると。あ、これ難しい。お、いけたいけた。これアクションゲームの腕前をね試せるねツールなんですよね。アリの課長がこれ考えたツールなんですよね。よし、いけた。
ああ、親帰ってきちゃったかな。最後までやりたかったな、これ。残機3機までできるんですよね、これ。一気さっき無駄に死んじゃったからな。危ね、ちょっと今危なかった。当たりかけやった。で、ここ、こうなって。だんだん難しくなっていくの。先に進めば進むほどね。ちょっと待った方がいいな、このリフトで行った時は。ここギリジャンですよね。すっごーすっごーって。あれ、プロデューサーが喋ってんですよね、あれね。この、菅プロデューサーが喋ってる。うお、怖っ。やばいやばい。あー、しまった。今の行きゃよかったんや。お願いしますよ。これ最後の残機ですよね。おっと、危ね。そんな。まあ、あのコイン取ることにこだわらな必要ないですからね。ただの点数ですから。一番は、わあ、ここまでしかいけなかった。ゲームはですね。はい。あんま進まなかったですね。係長、係長ですね。おめでとうございます。うん。まあ、そんなもんですね。はい。これがプレイできるの。出ちゃいましたね、新記録。うん。まあ、そんな感じでね。果たして再挑戦をするのか。うん、まあ、とりあえずいいですわ。これ戻るのどうやってやるのこれ。あ、書いてある。で、これで、キーボード ESC 押せばやめれんだと思いますよ。そうですね。はいはい。よかったよかった。これ、